今出張でカザフスタンにおりますが、ヤクザラーメンなるものを発見してしまいました。まあ、正直言ってあまりね、味とかには期待してはいないんですが、やはり買ってしまいました。裏返してみますと、日本語でいろいろ失礼書いてあります。カザフスタンでどうやら製造したようです。このように書いてありますね、カザフスタン製造。ただし中国キャベツ、まあしょうがないですかね。中国って多分中華人民共和国、チャイナのことですよね。これ日本の中国地方じゃ多分ないですよね。中華人民共和国製のキャベツが入っていると、まあそれは致し方のないところでありましょう。はい、ヤクザラーメンね、こんな感じですか。どんな、なんか失礼、こんなのも入ってます。再びこれひっくり返してみますと、牛肉の味があるインスタントラーメンだそうです。作ってみましょう。失礼、こっちでした。蓋を開けてみますとこんな感じですね。はい、3種類入ってます。あとフォークが入っていて、多分これによりますと老眼でよく見えませんが、箱に入った寄生虫食はビジネスマンやアクティブな方にとって快適な決定ですと書いてあります。ここに何か書いてありますね。まあ、よく分かりませんが、どうやって見ればいいでしょう。とりあえず全部入れます。これが辛い、これは結構辛いかもしれませんね。全部入れましょう。これでお湯を入れるだけ。お湯を注ぎます。ちょっと少なめにしておきましょう。こうなったら後で出せばいいんですからね。蓋をしておきましょう。そろそろいい時間かと思います。もうちょっとかな。フォークじゃやりにくいね。もうちょっと待った方がいいようです。さてそろそろいいでしょうか。あと、ね、先ほどから1分ほど待ちました。こんな感じですね。はい、味はどうでしょうか。いただきます。まあ、なんと言いますか、こういただく前からなんか味が分かるような感じがしないでもありませんか。辛いことは辛い。
くはないですが、うん。ちょっとしょっぱかったな。ちょっと物足りないので日本から持ってきました。とろろ入れます。とろろラーメン。5番ぐらいで、ちょっといい感じの出汁も出るでしょう。なんかいい感じになりました。なんか独特の風味も緩和されて調和されて、なんかいい感じになりました。さすがね、海藻の力はすごいですね。うまいです。とろろを入れるとうまい。独特の風味はまだ消えていませんでした。もう少しとろろを入れます。じゃじゃ、うわうまそう。ちょっと大盤振る舞い。つゆを飲むときはどうすればいいんだろう、ね、このまま飲まいか、このまま飲めばいいんだろうか、ちょっとやってみましょう。なんとか飲むこともできます。ということで、ほぼ全部いただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。まあ、試しに買ってもいいかなっていうぐらいですかね。ごちそうさまでした。本日もありがとうございました。ごきげんよう。